かるから、うん。せーの、じゃーん。痛い？ああ、ダメか、引っかからない。あの木かかのり始めない棒、ね。あの上。もうちょっと右の方で、そっちでジャンプすれば、ワあ、ンチャン届くけど、スペースがあるから。ああ、届かないか。このあえてジャンプするストーリー。違う。なんかね、でも、イーグルダイブできるようになったもんね。あれがそこしかなくないか？なんかこの真下にある、しゃがじゃ、んでこゆっこしくかり行っないんただよらね。どうだろう、浅瀬だったりする。深かったね。浅くなかったね。予想外です。ワンチャンとかこうゆっくり行けば行けるとか、ゲームの仕様を利用して。違うでしょ。ゲームの仕様じゃないでしょ。バグを利用しようとしてるでしょ。いけないかな。ああ、クリアした。やった、クリア。さコすがンユニセティ。プトと開発。あ、でもちゃんとエンディングらしい、あれはありますね。あ、ちゃんといスろンんとはな、終わんない。全部の言葉で。ああ、でも英な語んでも。か、あれだね。短いなりに、物語をこう探っていなんくかね、と、ここにね、なんか深いちょっね。とじゃみやってますんでね。みよちどうでしたか？ホラーテイルザワイン。ホラーテイルザワイン、個人的にかなり楽しめた作品になりました。なんか500円っていうよりもまだまだね、値段があってもいいくらい、ボリュームもちょうどいい感じで、珍しくっていうか珍しくじゃない、私この安い系シリーズ初めてやったので、そうだね。初手でね、すごいいい印象が 面白いのあるんだなっていうのが分かったので、新作 白ミル滝さキーん、エクス安コいム。系シリーズ、わらわらって、安い系シリーズです。はい。でも、ガチで今回のこのね、初めての安い系シリーズ、すごい面白かったので、また何か掘り出したら、配信の方にも入れさだせからそう、て。みよちの安い系シリーズっていう言い方よ。安い系っていう、なんて言えそばのいいん言いだろう。方。安い系シリーズ、なんて言うんだろうな、リーズナブルとかあるよ。リーズナブルな作品、こういリーうズナのブルは、お手安い頃系シリーズ。皆さんもね、結構ね、この安いっていうか安い、だ、リーズナブル、リーズナで、ブル、リー皆ズさナんブもル。ね、リーズナブルなゲームタイトルの中にもこのようなね、なんか面白いゲームが隠れているので、ぜひ皆さんもね、探してやってみてください。個人的に、メジャーじゃなくてリーズナブル。マイナそーな、う、マイリーズナナーブになルるのなかな。やつね、面白いんでね。インディーズの。で、個人的にこちら、ホラーテイルザワインは高評価でした。面白かったで安いの強調しないでって。す。なんかね、安っぽいみたいになっちゃうなんもんかね。いい紹安っぽ介いじゃゲーなムいみな。たいな。リーズナブルがリーいいズね。ナブル。リーズナブルで元がもう取れるみたいなね。楽しめる。そうだね。コスパがいい。まあ、コスパがコいい。スパが、コスパは違う。コスパコがいいっスて言うパとはちょっと違う違うか。な。なんコかスパ違がう。いいのはちょっと違うな。コスパコはス違パはう。ちょっと違うな。なんかちょっとコスト削減に聞こえるからね。ちょっと。違う、なんていうの、まあ、リーズナブルが一番いいか。まあリーズナブル。リーズナブルって言ってるやん、僕さっきから。ずーっと言うてるやん。リーズナブルって。なんで他の言い方しようとするの、なんか。